Okay, so since uh, 1994, Nabasan has been engaged in activities to support street sleepers in Tokyo. And after serving as the chairman of the Independent Living Support <clears throat> Center, uh, Mojave Mo, Mo yeah, established the uh, Tsukuroi Tokyo Fund in 2014. He's working on a housing support project for low income earners. He is also a co-representative of the Big Issue Foundation, a certified NPO, and a visiting professor at the Graduate School of Social Design, Rickyo University. His major books include <clears throat> Prying Open the Closed Door, Housing First, and Changing Society from the Poverty Site. So uh, welcome uh, in Abbasan and uh, uh, I think、uh, let me see、uh, Makoto-san has made the、uh, translation. Okay, so, so please,、uh, please start at your, at your pleasure. Thank you. じゃ始めましょう。はい。よろしいでしょうか。はい。はい、はいえー。ご紹介にありいました。一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛です。えー、私からはですね、まあ、コロナ禍における生活困窮者支援の現場からと題しまして、 主に東京で,です、ね、住まいを失った方々の支援に取り組んでおりますので、その支援現場からの報告と、そこから見えてきた公的な支援制度の課題についてお話をさせていただきます。よろししくお願いします今、ご紹介にもありましたけど、私は1994年から東京の当初は新宿を中心に、路上生活者の相談支援の活動に取り組んでまいりました。 日本では1991年の年末にバブル経済が崩壊をして以降、ですね主にこう建築土木現場で働いていた日雇い労働者の人たちが仕事と住まいを失ってホームレスになっていくという状況が広がっていきました。特に93年94年頃になるとですね東京、大阪、名古屋、横浜 川崎など大都市部において、ですね、まあ、目に見えてホームレスになる人たちが増えていったという時期になります。で当時、私はまあ学生だったんですけれども、94年の2月にですね東京都がこの新宿の西口に多くの人たちがまあ路上生活をして集まっていて、まあ、新宿ダンボール村というコミュニティを形成していたんですけれども、そこを強制排除するという事件が起こりました。 そこの新宿でホームレスし人たちが強制排除されたというニュースを新聞記事で見まして何かこう私たちの社会で今までなかったようなことが起きているんではないかというような予感を抱きまして友人たちとこの新宿の段ボール村に足を踏み入れたのが一番最初の生活困窮支援に関わるきっかけということになります。 その後、現在でも行われていますけれども、炊き出しや夜回りなどのホームレスの支援活動に関わりまして、2001年にはです、ね、自立生活サポーセンターもやいという団体を立ち上げまして、こちらの団体ではです、ね、ホームレスの人たちがそこから抜け出して住まいを確保する際に、日本ではあの部屋を借りるときに、保証人が必要になるんですけれども、この保証人を提供する事業や、 あと2000年代になってくると、ですね、今でいうネットカフェ難民とか、ワーキングプアと言われるような若い人たちで生活困窮する人たちも増えていきましたので、そうした幅広い生活困窮者の相談支援に取り組んできたということになります。 でその後、2008年から2009年にはです、ね、リーマンショックをかきに日本では多くの派遣労働者が仕事を失うという派遣切りという問題が起こりました。この時にはです、ね、私ともやいで一緒に活動していた岩様ことが中心となって東京の日比谷公園で年越し派遣村という取り組みを行われたのもご存知の方も多いかと思います。その後、私は2014年まで NPO 法人もやいの理事長を務めまして、まあ、世代交代で。 退任したのと同時につくろい東京ファンドという団体を立ち上げましてこちらの団体ではですね、えー、都内の空き家や空き室を活用した住宅支援に取り組んでいるということになります、えー、空き家問題というのは今日本で非常に深刻な問題になっておりまして全国の住居の13.6% 846万戸が空き家になってていいるとこういうふうに言われています東京都内でもです、ね、11%以上が空き家になっていてです、ね、もちろんまあ空き家の中には老朽化して使えない家も多いんですけれども、中にはです、ねえー、あの普通に賃貸に出されているマンションやアパートの空き室というのも増えておりますので、こうしたところ私たちの方で団体で借り上げて住まいに困っている方。 路上生生活活のの方方やネットカフェ生活の方に提供するという事業を進めておりますで、2019年からはですね、ビッグイッシュー基金という団体があるんですけれども、皆さん、ビッグイッシューという取り組みご存知かと思いますが、ホームレスの人たちにこう仕事を作る、仕事を作るためにこう雑誌を作,作って販売をしていただくという取り組みですが、そのビッグイッシューの NPO 部門であるビッグイッシュー基金の共同代表にも就任いたしまして、 ホームレスの人たちへの住宅支援、生活支援に取り組んでいるということになります。でまあ、この27年間、ずっとホームレスの人たち生活困窮者の相談支援の活動を続けてきまして、その話をしていると何時間もかかってしまいますので、えー、今日はこれぐらいで省略させていただきます。でこの間です、ねえー、ホームレス問題、日本のホームレス問題はどうなってきたかということについてお話をさせていただきます。えー、厚生労働省が 毎年ホームレスの実態に関すする全国調査を行っておりますこれは全国で路上生活をしている人ですね、ここでいうホームレスというのは路上とか公園とか河川敷とか屋外で暮らしている人たちだけを 日本政府はホームレスというふうに定義をしているんですけれども、そうした屋外で暮らしている人の数ということでいうと、2003年がピークで約2万5000人でした。現在では4000人を切っているということで、ピーク時の6分の1まで減ってきているということになります。このホームレス、まあ、路上生活者が減少した要因というのは、この間ですね。 ホームレスの人たちに対するこう支援策が徐々に整ってきたということと、あと民間の支援団体の活動が広がってきたという、まあ、この2つの要素があるんではないかなというふうに考えております。で特に、えー 日本には生活保護という仕組みがありまして、これは最後のセーフティーネットというふうに言われておりますけれども、生活に困っていれば、ですね誰でも利用できるというのが生活保護になっています。そこにはその住まいがあるとか、住まいがないとかということは関係なくてです、ね、どんな方でも本来は生活保護を受けられるということになっているんですけれども、実際はですね特に1990年代は、ホームレスの人たち、住まいを失った人たちが生活保護を利用しようと。 役所の窓口に相談に行くと、ですね窓口でこう追い返されてしまうという問題が生じていました。これはまあ水際作戦というふうに言われておりますけれども、住まいがない人が役所窓口に行くと、ですねまだあなた働けるでしょとか言われて、ですねえ申請を受け付けてもらえない、その結果、福祉を利用することができずに、路上生活から抜け出せないという状況が大きく広がっていたということになりました。 に入ってくると私たちの支援活動に多くの法律家の方々が協力してくれるようになりました。弁護士や司法書士といった方々が活動に協力をしてくれるようになりまして、私たち NPO の関係者も生活保護の法律を学んで、ですね法的な続きにのっとって申請をサポートするという活動に力を入れてきました。その結果、まあ、生活保護を利用しててから抜け出す人が増えて 路上に取り残されている人の数というのがまあ年々減っていったということになりますただそこでですね一つ問題が生じました、えー、私は NPO のもやいとこういう団体でまあ生活保護の申請のサポートをずっと行ってきたんですけれども、えー、私たちがまあ今でも行ってますけど夜回りという活動を行ってます路上生活の方に一人ずつ声をかけて 歩いて、まあ、食べ物をお渡しして、そこで相談に乗るという活動を行って、えー、おりますけれども、えー、夜回りをして、ですね、えー、そこで相談に乗って、まあ、生活保護を申請しましょうということになって、まあ、生活保護を申請するとで、一緒に役所の窓口まで行って生活保護を申請して、でその人は、まあ、施設に入るわけですけれども、そうやってこう路上生活から抜け出しても、ですね実は同じ人が。 3ヶ月後あるいは6ヶ月後にですねまた路上で見つかる読まれようしているとまた同じ人に出会うということを何度も経験しました。でよく話を聞いてみるとですね1回生活保護を申請して施設に入ったんだけれどもその施設の環境というのが非常にまあ劣悪である。 中には本当に十数人部屋というような相、えー、部屋集団生活の施設で、まあ、そこで、えー、いじめられたりとかですね人間関係のトラブルに巻き込まれてで路上にまた戻ってきたという方が、まあ、たくさんいるということが分かってきましたそのように、えー、せっかくこう路上から抜け出してもこう路上と施設を行き来しているっていう方がたくさんいるということが分かってきまして、まあ、これでは問題の根本的な解決にならないと。 いうふうに考え始めたのが、まあ、2010年頃ということになります。で、同じ頃にですね、東京の池袋でホームレスの支援をしている森川水明さんという精神科医の方が中心となって、えー、路上生活されている方々に関して、まあ、医療的な調査を行いました。えー、その結果、実はまあ路上生活をされている方の中で、ですね全体の4割から6割が精神的な疾患を抱えているとこういうことが分かりました。 また全体の3人に1人が軽度の知的な障害を抱えているということも分かったということになります。え実は、ホームレスの人たちの中にこうした、えー、見えにくい障害、見えない障害を抱えている人がたくさんいるということが分かったということになります。で特にそうしたその見えない障害、精神疾患や知的障害を抱えている人が 生活保護を申請して、アイ部アの施設、集団生活の施設に入れられてしまうとです、ね、そこでやはり人間関係のトラブルに巻き込まれやすい、それによって、またその人たちが路上に戻されているという実態が見えてきたということになります。それに対して私たちはです、ね、アメリカで始まったハウジングファーストという取り組みに学びまして、日本でもハウジングファーストが必要だということで、2014年につくろい東京ファンドと。 団体を新たに立ち上げまして東京の中野区にまず、えー、個室型のシェルターを開設しましたこれはあの中野区の沼袋という小さな町があるんですけれどもその沼,沼袋の駅のそばにビレを持っているオーナーさんから ビルの3階フロアがもともとマンションだったところが事情によって空いてしまったと、それで困っている人のためにぜひ活用してほしいというありがたいご提案がありまして、その3階フロアを改装して、クラウドファンディングでお金を集めまして、各部屋に布団や家電製品を入れました。 そこで、まあ、つくろいハウスという名前の7部屋だけの小さな個室シェルターを開設しまして、まあ、この7年間、えー、運用を続けてきたということになります。これまで7年間で120人以上の、えー、ホームレスの方に利用をしていただいておりますで。こうした私たちの活動が新聞やテレビ等で取り上げられますと、今、東京都内でもやっぱり空き家、空き室が増えておりますので、他の物件のアパートのオーナーさん からですね私たちの物件も使ってほしいという話が来るようになりましたし、また不動産屋さんの中にもですね協力をしてくれるところが出てくるようになりました。そうやって少しずつ部屋を増やしまして、2020年の2月、昨年の2月というのは、まあ、あのコロナ禍になる直前ということですけれども、昨年の2月までに東京の中野区、豊島区を中心に25部屋を借り上げまして、個室シェルターとして活用を続けてきたということになります。 で私たちがまあ参考にしているのはアメリカで始まったハウジングファーストというホームレス支援の手法であり哲学でして、まあ、ハウジングファーストではです、ね、住まいは基本的な人権であると、えー、基本的な人権である以上です、ね、どんな状態の方であってもすべての人にまあ家は無条件で提供されるということを理念として掲げております。で従来のの支援というははこれは日本でも えー、アメリカでもヨーロッパでも、ですね、えー、まずは施設に入ってもらうと、施設,施設に入ってもらった上でえで、ー、その上でえで、ー、行政や支援者が、まあ、あなたはもうあの1人暮らしできそうだから、パートをーっていいですよと、あなたはもう少し訓練をしてくださいねというような形で、えー、ご本人に決定権がない、その支援者や行政が、えー、家に住むことについて、その可否を決定すると。 判定して決定するということがまあ従来の手法だったわけです。でこの方式はよくあのステップアップモデルというふうに言われておりますけれども、えー、アパートに入るということはまあゴールとして設定をされていって、そのゴールに向かって1つずつ階段を上るようにです、ねえー、進んでいくと,、えーでえー、というのがまあ従来の一般的なホームレスへの手法でした。でこれはまあ一見合理的な ように見えるんですけれども実際はですね多くの人たちが、えー、その途中で、えー、ドロップアウトしてしまうと、えー、例えば最初に入ったシェルターが非常にまあ劣悪な環境のところで、えー、そこで、えー トラブルにに巻き込まままれててててやっっぱり出てしううううということといいいいいここがアメリカででももヨーロッパ起たふ聞すで。その結果、最終的にアパートまでたどり着く人が1割から2割しかいないと、まあ、全体の8割から9割の人たちはこぼれ落ちてしまっていたということが分かって、えー、そ,そうした状況に対して、ですね、えー、1990年代にアメリカでサム・ツェンベリスというですね、臨床心理学者が中心となって、最初から住宅を提供するという、まあ、ハウジングファーストを始めたと。 いうことになりますでハウジングファーストでは、ですね、えー、アパートはゴールではなくてスタート地点として設定をされています。ですので、ホームレスの人たちに対して、まずは、えー、住まいを提供すると。で住まいを提供して、そこに、まあ、入れっぱなしするのではなくて、えー、住まいを提供した上で、その上でえで、ー、そこに、えー、支援者が家庭訪問をしていく。 福祉の関係者、医療の関係者、あと、えー、ピアサポーターという元当事者の人たちがチームを組んで家庭訪問をして地域での生活を支えていくという仕組みを導入したところ、まあ、結果的に8割から9割の人たちが地域で定着をすることができた。まあ、そのの結果医療費ななどのこう社会的なコスト とととも安く抑えられるということは分かっててきまして、まあ、アメリカの各地にハウジングファーストが広がっていったでその後、えーまあ、ヨーロッパにも、えー、広がっていって、まあ、今日本でも私たちが始めているということになりますでこれがコロナ前までの状況ということですけれどもでは現在どうなっているかということを次に説明したいと思います今あの東京ではハウジングファースト東京プロジェクトということで7つの団体私たちつくろい東京ファンドを含めた7つの団体 でネットワークを組んでハウジングファースト型のパイロット事業を進めて、えー、まいりましたえ。そこで連携している団体の一つに、えー池袋で、東京の池袋で活動している NPO 法人の手の端という団体があります。えー、この団体は、えー、池袋の東池袋中央公園という、まあ、サンシャインシティの下の公園になりますけれども、えー、そこで、えー、もう十数年間、えー、毎月第2、第4土曜日に ホームレスの人たちを対象にした炊き出しと医療福祉相談会を開催してきました。そこに集まる人の数というのは実はコロナ以前昨年の3月まではだいたい160人から180人だったというふうに聞いております。ところが昨年の4月東京で1回目の緊急事態宣言が出たあとはですね 常に200人を超えるようになったとでその後、えー、コロナ禍での経済危機が、えー、まあ、長期化する中で、えー、今年に入ってから常に300人を突破するようになりましたそして今年の夏 まあ東京では4回目の緊急事態宣言が出て、まあ、デルタ株があの蔓延した結果です、ね、経済も低迷したわけですけれども、えー、今年の夏以降は400人を超えるようになって、えー、この資料を作った時の最高は10月23日の427人。 とといいうことで過去最多になっていました実はその後さらに増えておりまして最新の炊き出しはですね11月27日に行われた炊き出しでは472人もの方が集まったとさらに過去最多を更新したと。 いう状況になっておりまして炊き出しを開催するたびに過去最多を更新するという非常に深刻な状況になっておりますこれはあの池袋だけではなくて他の地域で行われている東京の他の地域で行われている炊き出しでも同様の傾向にあってどんどん人数が増えていくという状況になっておりますこの数というのはまあ大体どこの地域でもコロナ以前の2.5倍から3倍ということで非常にまあ深刻な状況が続いております で、炊、え、き、ー、出しに集まる人の数というのも変わってきておりまして、コロナ以前は、こうしたホームレス支援団体の炊き、えー、出し、食料配布に集まる人というのは、ほとんどが中高年の単身の男性でした。えー、50 60 70代代、代。以上、主に の高齢者の男性がほとんどだったということになりますところが昨年の春以降コロナの経済的な影響が深刻になって以降はですね多くの若者がこうした炊き出しに集まるようになっています今では10代20代 の若者の姿を見かけるというのは全く珍しいことではなくなってきましたそして女性のホームレスの人たちも少しずつ増えてきているという状況になっていましてまさにこう世代を超えて貧困が広がっているということをま支援現場では痛感をしているという状況になっておりますでなぜ竹出しに集まる人が増えているのかと コロナ禍ではこれまで東京では4回、えー、緊急事態宣言が発令されましたけれども、まあ、緊急事態宣言が発令されるたびにですね、えー、飲食業では 時短営業を余儀なくされてあとまお酒の販売についても停止をするということが行われてきましたその結果多くの飲食店特にま小さい個人商店では廃業閉店に追い込まれているところもたくさん出ておりますまた大手の外食チェーン店でもですねま大きな居酒屋の都内にたくさん店舗を持っているような居酒屋のチェーン店でも店舗数を減らしたり すると、そして従業員を少なくするということで、なんとか危機を乗り切ろうとしております。でお店によっては、ですね飲食店の中でテイクアウトの専門店に切り替えるというところも出てきていて、これもやはり従業員を減らすことによって、ですねコロナ危機を乗り越えようとしているところがたくさんあります。そそのの結果最も影響を受けてていいいるのはそうした飲食店で働いていた アルバイトななどの非正規労働者とということになりますそして、えー、飲食業だけではなくて、えー、私たちのところに相談来る方の中にはですね例えば、えー、ジムのインストラクターだった方とかヨガのインストラクターだった方あるいはマッサージの仕事をしていた方、えー、あと、えー、ミュージシャンの方あや、ま、舞台関係で働いていた方などですねほとんどが、まえー、対人の いいサービスの仕事をしていた方々がたくさん相談に来られています。飲食業を中心に対人サービス業で働いていた人たちが仕事がなくなってしまって、まあ、住むとこもなくなって、こうしたホームレス支援団体の武志に並ばざるを得ないという状況がまあ広がっているということになります。今年のゴールデンウィーク5月の3日と5日にはですね、 四ツ谷のセイグナチオ協会のホールをお借りして、ゴールデンウィーク大人食堂という取り組みを行いました。まあ、大人食堂といっても今、今、えー、一緒にこう、えー、テーブルを囲んでご飯を食べるということが、えー、感染対策上難しい状況にありますので、まあ、お弁当と、えー、食材、えー、果物や野菜,野菜などを配布すると。 同時に医療福祉の相談会も開催するという取り組みも行ったということになります。このゴールデンウィーク大人食堂には2日間で660人の方が来られました。で中にはですね本当にベビーカーを連れたお子さん連れの方親、親子で来られた方もいらっしゃいますし、あと多くの外国籍の方が来られていました。だいたい全体の2割、百数十人が外国籍の方で、多くがまあアジア、アフリカ諸国で 国国でううととカ国以上の方々が来られていたといたことになります。でこの間、痛感しているのは特に外国人の貧困が大きく広がっているという問題がありまして特にです、ね、在留資格のない方難民申請中で在留資格のない外国人の方の間で貧困が大きく広がっております。この間です、ねあの 名古屋の入管施設入国管理局の施設でウィシマサンダマリさんというスリランカ人の女性が医療を受けられずに亡くなったということが大きな社会問題になっています入管の施設の中での人権侵害というのが大きな問題になっておりますけれども同時に実は現場で問題になっているのはですね入管の施設から仮放免という形で外に出て 来られた人たたちもたくさんいるんですけれども、その人たちが入管の施設を出ても、ですね、実は生活の保障が何もなされてないという問題があります。 仮放免中の方の多くは難民申請中で在留資格はない、そのために仕事に就くことが認められていません、仕事をしてはいけないということになっています。その一方で、生活保護などの福祉を利用することもできないということで、多くの人たちが同国人、同じ国の人たちのコミュニティから援助を受けて生活をされています。しかし、コロナ禍で外国籍の方も大きく影響を受けていますので、同国人 自身で援助してくれてる人。その 就労のビザを持っってている人たちも仕事がなくなくますそれですので、援助してくれる人もいなくなっていってです、ね、多くの人たちがすで、えー、に住まいを失って、ホームレスになっていますし、あと食べるものがない、あと医療にもかかれないという非常に深刻な貧困状態に陥っております。で私たち、まあえー、生活困窮者の支援団体、ホームレスの支援団体はこの間、まあ、外国人の支援団体とも連携して、ですねこうした困窮している外国人の緊急の支援にも取り組んでおりまして、 私たちが運営している、個室シェルターにもです、ね、多くの外国籍の方に利用していただいているという状況になっております。でこうした状況の中で、私たちは昨年の4月以降、駆けつけ型の緊急支援、アウトリーチ型の支援に取り組んでまいりました。特にに昨年の4月ののの月回目の緊急事態宣言の時には東京で、えー ネットカフェに対しして休業要請が行われました、まあ、東京都内にはもともと2017年の東京都の統計で約4000人のネットカフェ生活者がいるということが分かっています。これはあの路上ではなくてネットカフェや24時間営業の飲食店など商業施設に寝泊まりしている人が多いというのがこれ、東京の特徴。 してそうした商業施設に寝泊まりをしている人が東京都内だけで4000人いるということがもともとはかっていましたで昨年の4月の緊急事態宣言ではそのネットカフェに対して休業要請が行われてしまいましたので、えー、ネットカフェに暮らしている人がネットカフェにすら泊まれなくなるということで多くの人たち都内4000人とも言われる人たちが路上に押し出されてしまうと、えー、文字通り路頭に回ってしまうという状況が生まれてしまいました。 でこの危機に対して、私たち、つくろい東京ファンドでは、ですね、えー、緊急出動チームを作りまして、アウトリーチ型の支援を始めました。えー、具体的には、ですね、メールフォームによる相談窓口を作って、メールで相談をいただく。でなぜ、まあ、電話ではなくてメールなのかというと、多くの人たちがすでにこう、えー、電話の通話料を払えないため、に、電話が止まっているんですね。ところが、皆さん、若い人たちなので、スマートフォンは持っているとで。スマートフォンは、 電話が止まってもあのフリーワイファイのある場所に行けばメールを送ることはできますのでその機能を使ってもらってメールで相談を受けてで私たちもメールで返信をするとでその方のいる場所まで駆けつけて支援をするとういうことを行ってまいりましたでほとんどがまあ20代から30代の方、まあ、中には10代の若者も困窮していて今日からもう止まる場所がない。 今朝までネットカフェに泊まってたけど、もうお金がないからネットカフェも泊まれなくなって、今日から路上生活になってしまうという方からの SOS を受けて、まあ、その方のいる場所まで駆けつけるという支援を行ってきたということになります。で駆けつけつた後はですね 今あの、反貧困ネットワークという団体を中心に、えー、緊急支え合い基金という民間の基金を作っておりますので、その基金から、えー、現金を給付して、ですね、えー、とりあえずビジネスホテルに泊まっていただいて、体を休めていただくと。で宿泊費やあの えー、宿泊費だけでなくて食費や、えー、交通費もお渡しをして、体を休めていただいてで、その次の日に一緒に役所の窓口まで行って、えー、公的な支援につなげていくということを行ってきたということになります。でこうしたまあ緊急の、えー SOS を受け付ける仕組みを4月の初めに作りまして、まあ、4月5月だけで170件以上の相談を受けてきました。そうなってくると私たち一団体だけでは対応できなくなりましたので今では 新型コロナ災害緊急アクションという40団体以上が集まるネットワークが作られているんですけれども、その新型コロナ災害緊急アクションのネットワークの方でメールフォームを受け付け、窓口を作りまして、そちらで相談をいただいております。でこの1年半、もう1年半経ちましたけど一1年半で1000件近い緊急支援を行ってきたという状況になっています。で関心ある方はあの宣伝になりますけれども 昨年の11月にコロナ禍の東京をかけるという本を出版しました。あの昨年の春から夏にかけての緊急支援の記録をまとめておりますので、そちらをご覧になっていただければというふうに思います。そうした形で困っている方に対して直接駆けつけていって支援をするということを行ってきたわけですけれども、その後、当然、泊まる場所が必要になってきます。それを整備するということも同時に行ってきました。つくろい東京ファンドではももとと コロナ以前から、えー、25部屋、都内25部屋を借り上げて、個室シェルターとして運用してまいりましたけれども、えー、昨年の春以降、この個室シェルターを拡大するということで、新たに31部屋借り上げまして、現在は56部屋。 都内56部屋のコシ,シェルターを運営しておりますこうしたコシシェルターには、アパートの部屋を借りてです、ね、そこに家電製品とか布団を入れて、着、まあの見着のままの方が来てもいいように受け入れをしているわけですけれども、下は10代、17、18歳の若者から、上は70代の高齢者の方まで、年齢を超えて多くの方々、また男性、女性両方を受け入れているという状況になっています。 であの困っている方、非常に多いので、えー、個室シェルター、常に満室状態になっていて、まあ、1人、えー、自分の住まいを確保してシェルターを出られると、そのすぐ後にまたすぐ別の人が入るという状況が続いております。でさらに昨年の7月には、えー、ペットと暮らせる個室シェルター、ボブハウスという名前のお、えー、シェルターも開設しました。現在、えー ペットと暮らせるシェルターは3室まで増やしております。これはですね、まあ、コロナ禍の一つの特徴として、いわゆる中間層の人たち、えー、主にこう自営業やフリーランスで働いてきた人たちが困窮しているという状況があります。そのの人たちの中には今までこう家賃 の滞納をしたことがない家賃の支払いに困ったこともなければ生活に困ったことなど一度もないという方もいらっしゃいますところがその人たちが一気にこう収入がなくなって、えー、あの住まいを失ってしまうという方が出てきましたでそうした方々の中には長年犬や猫と一緒に暮らしている家族と同然に一緒に暮らしているという方もいらっしゃるんですけれどもそうした方が、えー、役所の窓口に行って生活保護を申請しようとするとですね 東京都内にはペットと一緒に入れる宿泊施設が存在しないという問題がありますので、役所の窓口でペットは処分してくださいと。犬や猫は処分してくる処分するか、誰か友達に預けて、もう一回来てくださいと。一緒に入るとこはありませんというふうに言われることがありました。ですが、私も自分が猫を飼っているのでよくわかるんですが、やっぱりずっとこう家族としてですね一緒に暮らしてきた。 犬や猫をこう離れ離れになるのは辛いと、それがもう心の支えになっているという方も多いので、この問題を解決しようということで、昨年、ですね寄付を集めまして、まあ、幸い多くの方が寄付をしてくれましたので、ペット科の物件、あの東京でペットを飼える部屋を借りるというのは結構お金がかかるんですけれども、ペット科の物件を借り上げることができまして、ボブハウスという名前で開設をしました。ボボブブハウスののというのは あのボブという名の猫という映画がありまして、もともとはイギリスのビッグイッシュの販売者を支えた猫のボブという、まあ、実在する猫がいまして、その実話をもとに作られた映画があります。そのえボブから名前を取らせていただきまして、ボブハウスという名前で、えー、シェルターを開設したということになります。 でこれまでですね、えー、約10人の方にこのボブハウスを利用していただいてます。えー、犬と暮らしている方、猫と暮らしている方あ、主に若い人たちに利用していただいてます。ちなみにこの左の写真は、ですね、えー、最初にボブハウスに入った、えー、40代の女性が飼っている猫のマー、まあ、ちゃんという猫ですね、えー、写真を撮ってもらいました。でこうした形で、まあ、安心して一緒に暮らせる場所を提供しているということになります。 ただ、こうした個室シェルターの事業を拡大してきましたけれども、個室シェルターの滞在期間というのは基本3ヶ月に設定しております。その間に生活を再建していただいて、自分の住まいを確保する。で自分の住まいを、えー、確保するときにはです、ねえー、私たちが一緒にこう不動産屋さんに行ってです、ね、部屋を探すお手伝いもしております。ただ、そこで問題になってくるのが、電話の問題でした。 今あの、日本ではですね、まあ、特に東京では、えー、電話番号がないと部屋を借りることができません。 あと、仕事を探すことも事実上できなくなっています。うん、今、日本でこう部屋を借りるときには、家賃保証会社という保証会社に入ってもらうのが一般的なんですけれども、その保証会社の審査で、必ずその電話番号がないと審査は通らないという問題があるんですね。ですので、えー、多くの人たちがすでに生活に困窮して電話が止まってしまっていると、で電話を作れないという方も多いので、えー、電話がないために、 部屋を借りれない、あるいは仕事を探せないという方がたくさんいらっしゃいます。でこの問題を解決するために、つくろい東京ファンドでは昨年の夏からつながる電話プロジェクトというのを始めておりまして、スマートフォンを2年間無償貸与すると、無償で貸し出すというプロジェクトも進めております。すで既に全国の200人以上の方に、このつながる電話を使っていただいているということになります。あともう一つ、私が関わっているビッグイシュー基金では、 昨年の夏からおうちプロジェクトというプロジェクトを行ってきました。これはアメリカのコカ・コーラ財団から50万ドルという破格の寄付金をいただきましたので、これを元手にですねアパートに入るときの初期費用、今、東京で部屋を新たに借りる際には、小さなワンルームの部屋であったとしても、敷金、礼金、不動産手数料など、最初にかかる費用が約20万円必要になってきます。これが まあ、あの用意できないために部屋に入れない人たちがたくさんいるわけですけれども、その、えー、アパートの初期費用を全額支給すると、あと新しい生活を始める上でえで、ー、家電製品が必要になりますので、家電製品についても5万円分支給するということで、総額25万円まで。 アパートに入る新生活を始める費用を提供するというプロジェクトを進めてきました。でこの結果、ですね1年間で207世帯237人の方に住まいを確保していただいたということになります。残念ながら、このプロジェクト期間限定ですでに終了しておりますけれども、今後ともですね資金を確保して、こうした住まいを確保するための支援を進めていきたいというふうに考えております。 そして、えー、先ほどまあ生活保護の話について少しお話しましたけれども、日本にはまあ最後のセーフティーネットとして生活保護という仕組みがあるんですけれども、未まだにです、ね、一部の自治体では住まいに困っている人、生活に困っている人が役所の窓口に行っても追い返されるというまあ水際作戦という問題が生じております。それをまあ解決するためにです、ね、つくろい東京ファンドでは フミダンというサイトを作りまして、これ、関心ある方は、このふみダンで検索していただければ出てくるので、見ていただければと思いますが、このページで生活保護の申請書を簡易に作れる機能を作りました。 踏み、えー、段で調べていただくとです、ね、このホームページが出てくるんですけど、この踏み段上で名前とか生年月日とかを入れていくと、ですね生活保護の申請書を PDF で作ることができ,できると。それをプリントアウトしていただいて、まあ、それぞれ持っていっていただいたり、あるいは郵送したりしていただくと、それでまあ生活保護の申請が可能になるという仕組みになっております。でさらにはですね 東京23区についてはインターネットファックスの仕組みを使ってこのフミダンというサイトからファックスを送ることができる、まあ、それによって事実上ですね、えー、生活保護申請することが可能になっています、まあ、事実上ですねこの水際作戦をま封じ込める えー、ということができる仕組みになっておりまして、まあ、私たちはずっとあの厚生労働省に対して生活保護についてもオンライン申請ができるように要望してきたんですけれども、まあ、なかなか動いてくれないので、えー、自分たちでまあ事実上のオンライン申請ができる仕組みを作ったということになります。 こうしたまあ私たち民間の支援活動を続けていきながらですね、行政に対して東京都や、えー、厚生労働省、国に対してですね、ソーシャルアクションを続けてきました。ソーシャルアクションというのは、えー、制度の改善を求めていくと。 とといいううアクションということになります具体的には東京都に対してはですね住まいに困っている人たちが増えているのでビジネスホテルを提供してほしいということを要望しまして、まあ、それを実現させることができましたあと厚生労働省に対してはあの生活保護の手前で家賃を補助する住居確保給付金という仕組みがあるんですけれどもこれがまあ使いにくいのでこれを使いやすくしてほしい期間にしても延長してほしいと。 いうこここととを要望しまししままあ、てれも実現することができましたそして最後のセーフティーネットである生活保護についても、えー、使いづらい面がたくさん、えー、ありますので1つずつですね改善を求めていったということになります。あと同時に生活保護については残念ながらですね、えー、過去に一部の政治家が生活保護に対するバッシングを行った影響があっていまだに、えー、マイナスイメージが広がっています。 私たちまあ生活に困っている人のその方のいる場所までこう駆けつけて支援するということをずっと続けてきましたけれども、中には本当にもう所持金が数十円しかない、数百円しかないと、ご飯も何日も食べてないという方もいらっしゃるんですが、そうした方に生活を再建するためにこう生活保護を申請しませんかということを呼びかけても、生活保護だけは勘弁してほしいと。 こういうふうに断る方がたくさんいらっしゃって、現場での対応に非常に苦慮しているという状況があります。その背後にはですねやっぱ生活保護に対する偏見や差別が広がっていて、生活保護を利用することをやっぱ後ろめたいというふうに思ってしまう方がたくさんいる、いわゆるスティグマという問題がありますので、これを解消するために、国に対して生活保護についてはもっと積極的に広報をしてほしいと。国が 困っている人たちに対して生活保護の利用を呼びかけてほしいという働きかけを行ってきました。その結果、昨年の12月から厚生労働省のホームページに新たなページが立ち上がりまして、そこではまあ生活保護を申請したい方へというタイトルで、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談してくださいというメッセージが掲げられたということになります。このこのと自体は非常に 良、えー、かったというふうふに考えておりますただあのこうした、まあ、あのインターネットでの広報というのは限界が、えー、ありますので私たちとしてはですね、えー、厚生労働省のホームページにメッセージを出すだけではなくてもっと、えー、例えば、えー、駅の コーナーに広告を出すとかですねテレビでコマーシャルをするといったような形でさまざまなツールを使って生活保護を利用してほしいというメッセージを出してほしいということを厚生労働省に要望しているところです。でこうしたまあ厚生労働省の動きを受けて一部の自治体も動き出しています。こちらに出したのはですね左は札幌市北海道の札幌市が作ったポスターです。 生活保護の施設は国民の権利ですということで、まあ、こういういろんなあのイラストで困っている例が挙げられていますけれども、こういうふうに生活に困っていたら遠慮なく生活保護利用してくださいという呼びかけを札幌市は始めています。右側は滋賀県の安市です。内容はほぼ同じですけれども、生活保護の施設は国民の権利ですということで、これはチラシを作って、ですね安市ではこのチラシを市内のすべての世帯に配布すると。 いいう取り組みも進めていますこうした形でまだ一部にとどまりますけれども、えー、生活保護を、まあ、あの困ったら遠慮なく使ってくださいという呼びかけを始める自治体も出てきているということでこうした動きをさらに広げていきたいというふうに考えております。でこれも宣伝になりますけどこの間私たちが行ってきたさまざまなソーシャルアクションの記録をまとめた本を今年の夏に出しました「貧困パンデミック」っていうタイトルで。 明石書店から出しておりますので、こちらも関心ある方、はご覧になっていただければというふうに思います。最後に、ですねこれまでコロナ禍での支援活動の報告を行ってきましたけれども、残された課題についてお話をしたいと思います。公的なセーフティネットの課題としては、ですね3点まとめられるというふうに考えています。 1一つ目は住まいを権利であるということを保障する政策を進めていく必要があるということです。生活保護の手前で住居確保給付金という 家賃を補助する仕組みがありますけれども、その利用件数が非常に増えています。前年度比の13.5倍まで増えているんですけれども、まだまだ使いづらい点があるので、これをもっと使いやすくしてほしいとで、期間についても、ですね今、最大でも9ヶ月までしか使えないんですけどこれをまあ期間をなくして、無限定で使,使わせてほしいと。 いう要望ししてててていいいいいいるるるるととところですすす誰もがが安心して住、ま、あの暮ららせる住ままを確保するためめのの対策ううう求れふに考えていますで2つ目には、まあ、最後のセーフティーネットである生活保護を、まあ、権利として保障していくということが重要だというふうに思っています。そのためには、す、え、で、ー、にまあ厚生労働省が広報を始めてますけれども、もっと積極的に広報を行って、生活保護に対するまあ偏見や差別をなくしてイメージアップを図っていく必要があるというふうに考えております。 あと、えー、水際作戦という問題が残されていまして、役所の窓口に行って追い返されるという状況が一部にあるわけですけれども、その背景にはやっぱ職員の数が足りないという問題がありますので、きちんと、えー、各自治体の福祉事務所にです、ねえー、専門性を持った正規の職員を増やしていくという必要があるということで提言をしているところです。で最後に 今まああちあちらこちらでこう SDGs とこういうことが言われています。えー、誰も一人一人 一人取,取り残さない社会を作るということが、まあ、スローガンとしては掲げられているわけですけれども、実際にはそうなっていない。特に、えー、先ほど見ましたその外国籍の人たちの貧困というのが急拡大しているという問題があります。ですので、まあ、日本においてもです、ね、外国人が活用できるセーフティーネットを整備する必要があるということで、この点についてもです、ね、国に対して引き続き訴えていきたいとこういうふうに考えているところです。えー、今日はあの この中での生活困窮者支援の現場からの報告とそこから見えてきた課題についてお話をしました。ご清聴ありがとうございました。Thank you, i 部 a ん a s a n Thank you very much, Arisanista. じゃあちょっとご質問ありますか ?Q&A ョンの中からご質問ありますかマリさんあり,ありましたか ちょっともし訳なすみません、あのー。今いただいた質問の中で、えーと、ホームレスの方々はコロナのワクチンは受けられているのでしょうかという質問が来ております。はいえー、っとこれもあの私たちはずっと要望してきまして、えー、ようやく、えー、11月頃からですね、えー 東京の一部の地域、えー、豊島区新宿区台東区でホームレスの人たちへのワクチン接種が始まっていますただまだすべての地域には広がってないところですありがとうございます、えー、その他にはちょっと質問は来てませんが、えー、そうですね 私かから質問よろししいでしょうかあの日本の雇用形態、特にあの日雇い労働というのはやっぱり問題ではないかと思うんですけれども、その点に関してはどうお考えでしょうかそうですね、まあ、日雇い労働というのは非常に,、まあ、あの要するに朝に雇われて夕方には切られるという、非常に不安定なああの就労形態ですので。 そこはきちんとやっぱその人たちに対してこう保証していくということが必要だと思います。あのえ日雇いの場合は、ですね、えー、その現場でこう怪我をしても、そのことに対する保証がなかったりとか、ですね、えー、失業状態になってもお手当がもらえなかったりするので、そうしたまああのセーフティーネットを拡充する必要があるというふうに思います。ありがとうございます。さ、え、れ、ー、につきましては。 そうですね最後の質問なんですけれども、あのプレゼンテーションの中で若い方、女性の方があの多くなってきてるとおっしゃってるんですけれどもあの、一体どのようなやっぱり男性と違う点というのはあるんでしょうか、まあ、中年の男性って感じですね、典型的な、今までの典型的なホームレスの形と、コロナ禍での新しいホームレスの形というのはなんか違いがあれば教えていただけませんでしょうかえ とまあ、今までコロナ以前は、えー、ホームレスになる人の多くが、えー、中高年の単身の男性で、建築土木現場で日雇い労働してきた方が多かったんですね。ところが、まあ、コロナになってからは、えー、若い女性でホームレスになる人もまあ増えてきていますで。その人たちの中には、例えば性風俗の、えー、産業で働いてきた方もいらっしゃいます。えー しししかももそそそうううたたたたのののの女女性性性が路上上生活ををすするるととといいいここリスクっってて男性以にに大きいのでで、えー、私たちちやっぱりへ支援に力を入れろありがとうございます。Neo, I think that was the last question. Yeah, I don't、uh, see any others at the moment.、Um, for now, if anybody. No, actually, actually, there is one more question. Sorry, just came up. Okay, okay. あもう一つ、これから最後だと思うんですけど、外国人の具体的なケース、傾向をいくつか教えていただければ幸いです。はい、えー、っと、多いのは、その、えー、難民として日本に来てる人たちですね。で、日本の難民認定制度というのは非常に厳しいので、ほとんどの人が難民として認定されないという問題があります。しかもまあ認定の あの審査の期間が非常に長いので、えー、その間、あの全くこう権利が、人権が保障されてないという状況にあって、でえー、しかもまああの仮放免中の方、一回入管の収容施設に入れられて、そこから仮放免になっている人たちは、仕事ができない、仕事してはいけないということになっているので、その間にホームレスになってしまったという方の,あの相談を受けて、まあ、シェルターを提供したりしています。 あともう一つ多いのがその技能実習生の方はです、ね、ベトナム人やカンボジア人、主に東南アジアから技能実習生として日本に来ていた人たちがコロナ禍で仕事がなくなってで本来、技能実習生というのは別にその、えー、管理団体というところが責任を持たないといけないこうあの仕事を提供しないといけないんだけどそれが行われていないために仕事がなくなってホームレスになってしまったという方も受け入れています。 あり,ましたありがとうございます。New, I think that was a lot. Oh, wait a minute. I think that was. Oh, sorry. Sorry, there are two more. And、uh, I'm sorry. Said, yeah. S、okay. <S yeah, it's okay. So, 生活保護はどれくらいの金額がいただけるのですか生活保護は、まあ、地域によっても、えー、金額が違いますし、あと世帯の人数によっても違いますけれども、東京で1人暮らしの方の場合は、 まあ家賃が5万円程度、生活費が7万円程度、まあ、合わせて12万円程度もらいます。あり,ましたありがとうございます、えー。もう一つの質問なんですけども、東京以外の地方でも、ホームレスや支援が必要な外国人が多くいますが、地方での活動に対して何かアドバイスはありませんかそうですね。外,外国、えーとまあ、私たちも、あの ホームレス支援団体や外国人支援団体のネットワークを作っていましてその中で、まあ、地方で活動されている団体の方とも連携して動いているところになります。ただ、残念ながら、まあ、あの地域によってはあまりこう支援活動している人が少ない地域もあるので、えー、そういったところは大変だろうなというふうふに思いますね。ねわかりましたありがとうございます。n e ウさん、I think that was the last one. Thank you